それでさ、山田のじいさん最初からセックスの話だよ。もう17歳の初体験から永遠だよ。それたまんないですね。そうだろ。いや本人は楽しそうに話すからさ、こっちも楽しく聞くんだけどさ、丸3日だよ。丸3日付き合わされるこっちの身にもなってほしいんだよね、たまには。でも結局選んだのは奥さんとの温泉旅行だったんでしょ。そうなんだよ。かなり本人の願望入ってるらしくてさ、まあ、いざとなったら気が咎めたんじゃないの。結構いい話。だったら最初から選べっつうんだよな。手間かかんだよこれが。またありがとうございます。おお。社長。おお。冷たいねこれ。なんでお湯沸かしとけよかったのよ。おはようございます。おはようございます。おはようございます、先週は18名全員無事に送り届けることができました。これも皆さんの努力の賜物だと思ってます。さて今週ですが人数ちょっと多くなってます。全部で22名川島さん8名、はい、杉江さん7名、はい、望月さん7名、はい、ということになっております。私の方からは以上。それじゃあ皆さん今週も元気によろしくお願いします。はい、高橋照正です。ちょうど226の時に年間ですね。12年7月、この公共が始まったでしょ。痛みたち、何でしょっと。どういう時に出てくるんですか、そういう言葉が。自分の感情。デュアルゲームを使う。お待たせいたしました。午前の面接を開始いたします。番号札1番でお待ちのタタラさん。だったらキミコさん、はい、面接室へお入りください。はい、こちらでご覧ください。番号札2番のコウリさん、コウリヨネさん面接室 B へお入りください。はい、こちらで。番号札3番の、はい、どうぞ。おはようございます。コートはそちらにお借りください、はい、多々良公子さんですね。はい、はい。まず生年月日からお願いします。大正9年4月3日生まれ。ということはお年は78歳。もう状況はおよそお分かりになっていると思いますが、はい、念のためにもう一度確認させていただきます。多々良公子さん、つまりあなたですが、昨日お亡くなりになりました。どうもご愁傷様です。ご愁傷様。皆さんにはここに1週間いていただきます。それぞれ個室を用意させていただいてますので、ごゆっくりお過ごしください。
ただしですね、ここにいらっしゃる間に一つだけ小堀さんにしていただかなければならないことがあります。その85年間の間で一番人生の中で印象に残った大切な思い出を一つだけ選んでいただきたいんですが。ただし制限時間があります。それを3日間でお願いします。そして皆さんに選んでいただいた思い出を私たちスタッフができる限り映像で再現させていただきます。土曜日にはその映像を試写室でご覧いただきます。そこで皆さんの中に思い出が鮮明によみがえった瞬間、皆さんはその思い出だけを胸にあちらへ向かわれるわけです。どうでしょう山本さん、ここにいる間にご自分の50年の人生を振り返ってみて。あんまり自分のしてきたことを振り返りたくないんですよね。嫌な思い出ばっかりだったし、かといってこれから長生きしたとしてもそれほど楽しいことがあったとは思ってませんから。一つだけですか。一つだけです。椅子とか引いちゃってもいいですか。あ、いいです、いいです、いいです。もう楽に。あ、こう、こういうふうにこう。ああ、いいっすよ。うん。なんか喋れる感じで、29年間で、一番ですか？一番心に残ったこと。それはね、なんだかんだ言ったってね、男ってね、あれん時。あれん時は最高よ。それは誰に聞いたらそうよ。聞いてもらわされた。本当に。嫌なことがあって男の人ともう二度と男の人なんか冗談じゃないって、私なんか男なんか一緒いなくってていいよって思うんだけど、でもやっぱり優しくされたりするとね、だからやっぱり女の人ってやっぱり男性もそうだった、あなたどう思いますか。いや、その何ですか、楽しかったこと嬉しかったことですでしょうか。そうですね、もちろんたくさんあるんですね。私自分の人生は自分の思い通りにはいってないけれど、自分のエネルギーというか命はそれなりのに燃やしたと思ってますし。みんなここに来るんですか。うん、みんな。そうですね。別にそのいいことしてようが悪いことしてようが、ちっちゃい頃教わった悪いことしたら地獄に落ちるわよっていうのもなし。みんなここ。そうだね。うん、伊勢谷君さ、21年間の人生の中で、そのだから僕、さっき説明聞いたんですけど、でもその選ぶつもり全くないんですよ。全くないですから。